派手で綺麗でテンション上がる分、消えちゃった時なんか寂しいっていうか。菱代さんだって今こうやってみんなと友達の輪の中にいるよ。頑張ったんだね。貝崎さんに出会えてよかった。慣れることになるって分かっていて無駄ではないですか。告白ですね。亮は去年同じクラスでそう呼んでと言われたので。菱代さんから声かけてくれる。はい、カリュウさんとタマライさんにいただきました。シロさんから声かけてくれる。シロのおかげだよ。経験から言えばおすすめはし、今のこのお友達を大切にして戻すことはできない。私のように諦めない。一緒にリベンジしてくれませんか。私のクラスにもいじめがありました。どんどん友達増えてくる。許します。友達ですか。携帯を愛想笑いの人触れませんか。社会に出たらきっとそこですよ。私の席なんですけど。おめでとうございます。あなたは我がリライフ研究所関東支部の被験者第1号に選ばれました。はじめまして、菱代千鶴さん。リライフの期間が終了した後、クラスメートや教師、関わった全ての人から菱代さんの記憶は消えます。楽しませてくれる分、離れる時はきっと辛い。分かりきってるはずなのに、ダメなのに。